こんにちは、マサン 64K4 です。今回は小田急線祖師ヶ谷大蔵駅近くの電車内で10人を死傷した対馬悠介容疑者36歳が逮捕された真実シャープに、動機、電車なら大量に人を殺せることについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、動機として供述しているのが、電車なら逃げ場がなく大量に人を殺せるといったところ、また6年前から幸せな女性を見ると殺してやりたいと思っていた、座っている女性を殺してやろうと思って包丁で刺したと、まあ、いうことを話しているということで、まあ、6年前っていうのがちょっとポイント、そこに何かあったんじゃないかなと、まあ、めちゃくちゃ振られたみたいな、そんな話だとはなんとなくは思うんですけど、うん、また、まあ、電車内ですね、無差別といったところ、まあ、おそらく結構女性の比率高いんじゃないかなと、刺された被害者の方、まあ、すごく怖いなと思いますね。多分同じような事件今後起きてくるんじゃないかなとすごく思いますね。まあ、そういったことになってくると、まあ、すごく対策案とか、まあ、そういったことが必要になってくるので、まあ、電車に乗るのがすごく不自由になってしまうんじゃないかなとすごく思いますね。持ち物検査みたいなの始まったらとか、まあ、そういったのなったらすげえ大変になっちゃうわーってちょっと思います。まあ、どんどんと新しい動機というか、その動機の背景っていうのが見つかってくると思うので、まあ、どんどん分かりしてアップしようと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、どんな理由があれ、全く無関係な人間を刺していいっていうことにはならない、人を傷つけていいっていうことにはならないので、まあ、それは、まあ、大きな問題じゃないかなと。この方の、まあ、すごく何かの出来事で傷ついている自分自身が、まあ、それは被害者には全く関係のないことなので、まあ、それはものすごく反省してほしいなとすごく思います。はい、ということで、今回は小田急線祖師ヶ谷大蔵駅近くの電車内で10人を死傷した対馬悠介容疑者が逮捕された真実、シャープに動機、電車なら大量に人を殺せることについてお話ししてきました。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。